ペトロパブルフスク・カムチャツキーは、ロシア連邦局と連邦管区カムチャツカ地方の都市で、ある。ペトロパブルフスク・カムチャツキー港から、コリアーク火山を望むカムチャツカ半島南東部にあり、太平洋に面している。アバチャ湾の奥にあり、天然の良好であり、不登校である。ただし、ロシアの他の都市と連絡する陸路はなく、生活物資の輸送や産業活動の展開は、 海路と空路に完全に依存している。首都モスクワからの距離は約6 2 0 0トル時差はプラス9時間。北海道からの距離は約1 5 0 0トル市の人口は19万8000人。ソビエト時代末期には27万人を超えたと言われているが、一旦減少した後、2002年時点では再び人口増加に転じていた。 当時のカムチャツカ州全体の人口のほぼ半分を占めていた。カムチャツカ地方の主婦として、カムチャツカ半島全体の行政の中心となっている。2007年、半島の中北部、コリアーク管区も同地方の一部となった。カムチャツカ半島は艦隊平を作り山隊の一部であり、巨大地震の頻発地域でもある。これを考慮し、ペトロパブルフスクカムチャツキーでは、 ビルの高度制限が課せられているが、アバチャ湾のために津波の影響は少ないとされている。北には2008年に噴火したコリアーク火山、北東には2001年に噴火したアバチン火山がある。史上発見当初から天然の良好としての評価を受け、現在でもロシア海軍の太平洋艦隊の重要な軍港となっている。また、 周辺海域の豊富な漁業資源を背景とした水産業も盛んで、特に鮭やカニの水揚げ量が多い。カムチャツカ半島には未開発の天然資源が多く、その開発拠点としても期待されている。最近では世界遺産に登録されたカムチャツカの火山群や市周辺の自然や動植物を観光するための拠点となり、特にアラスカから来るアメリカの観光客が多く、 訪れている。沿岸部であることや沖合を流れる寒流の影響のため夏でもかなり涼しく冬は同じ緯度の大陸に比べて寒さは厳しくないが日本付近で発達した爆弾低気圧の影響を受け大荒れの天気となることが多い。緯度が約10度南にあるウラジオストクよりも冬の気温は高い。最も暑い8月の気温は摂氏12.4度。 日中の最高気温は、摂氏15.8度ほどと涼しく、25度を超える、ことは少ない。最も寒い1月の平均気温は、低摂氏7.7度であり、最低気温も低、摂氏9.9度と高く比較的温和であるが、過去に2月に低、摂氏31.7度を観測している。シベリアの大陸性気候と、東アジアのモンスーンの双方の影響を受ける。 降水量は高緯度地域としては1年を通じて多く、年間降水量は987ミ、mm、リメートルである。欠片の気候区分では艦隊湿潤気候に属す。カムチャツカ半島全体の歴史については、該当項目を参照のこと。市街地からアバチン火山を望む1697年に、カムチャツカ半島の支配を宣言したロシア帝国は、デンマーク人海軍士官ビトゥスベーリングに、 シベリア最東部や北太平洋の調査を命じた。1740年、彼の第二次北東探検隊はカムチャツカ半島の太平洋岸を調査し、アバチャ湾を発見した。その時の二隻の探査船、セイシ子トペトロ号とセイシ子トパウロ号にちなみ、その奥にペトロパブルフスクという地名をつけた。その後、カムチャツカ半島からチコート半島、さらに、 アリューシャン列島からアラスカへと拡大し、さらに、千島列島の南下を伺うロシア帝国の極東部の軍事、行政中心地として、また毛皮の捕獲基地として、天然の良港であるペトロパブロフスクカムチャツキーは繁栄した。1854年にはクリミア戦争により、イギリス・フランス連合軍の攻撃を受けたが、都市の防衛に成功した。 1858年のアイ軍条約と1860年の北京条約により、ロシアが新からアムール川北岸や沿海州を獲得すると、極東経営の中心はウラジオストクに移り、1867年のアラスカ・アリューシャン列島のアメリカへの売却、乱獲によるケガー交易の衰退などにより、ペトルパブロフスク・カムチャツキーの重要性は低下した。しかし、 カムチャツカ半島では軍を抜く規模の都市として、その後も存在し続けた。ロシア革命を経て、ソビエト連邦が成立すると、不登校であるペトロパブロフスク・カムチャツキーは、ソ連海軍太平洋艦隊が太平洋に出撃するための重要な軍港として、また、太平洋やオホーツク海における北洋漁業の基地として栄えた。外国人の立ち入りが禁止される、閉鎖都市になった。 冷戦時代にはアメリカや日本の沿岸で活動する原子力潜水艦の基地がアバチャワン対岸のビジチンスク市に置かれた。しかし、1990年に開放が始まるとアメリカや日本などからの商用客や観光客が訪れるようになり新たな産業の発展が期待されている。夜の港町の歴史で述べたように18世紀の半ばから19世紀の半ばまで ペトロパブロフスク・カムチャツキーは、ロシア極東部の中心であった。そのため、日本の江戸幕府との関係も、比較的深かった。一例としては、1812年に公益商人、高田や貨幣が捕らえられ、翌年までこの地で遊兵されたことが挙げられる。また、1787年には、フランスのラベルーズの探検隊が寄港し、ここで下船させたバルテルミとレセップスに、 日本列島やサハリンの近海調査の結果をパリまで報告させた。その後、ラペルーズ探検隊は遭難し、全員が死亡したので、この街からヨーロッパにもたらされた地理的知識は非常に大きな価値を持った。1905年に日露戦争が終結し、ポーツマス条約で日本が北洋漁業の創業権を獲得すると、広漁業の漁業基地が設置され、 多くの日本人漁業労働者が現地の水産工場で勤務した。しかし、1930年代以降に日本が北洋漁業から撤退すると日本人は去り、1945年8月には占い、森島の戦いを含む日本領地島列島北部の攻略に向けてソ連太平洋艦隊の艦船がペトルパブルフスクカムチャツキーから出撃した。 第二次世界大戦後には日本との交流は途絶え、ソ連の対日軍事拠点として機能したが、1990年以降はソ連政府による解放政策の開始で再び日本人がこの街を訪れるようになった。1991年に釧路の水産会社と合弁企業カムカイドウ、モスとドルージブイを設立し、 海産物のバーター取引を行い1998年には、北海道奥州路市との港湾有効都市協定が締結され、年によっては夏季に、成田国際空港や串路空港などの日本国内のいくつかの空港からチャーター直行便が数便飛ぶようになっている。2018年9月1日より、簡易電子ビザの対象になっている。ありがとうございます。